こんにちは、ルビーチェピです。今日は山梨県笛吹市の、窃盗ヶ岳に登りに来ました。ずっと去年からここ登りに来たくて、なかなかチャンスがなくて来れませんでした。ここの標高は1736メートルかな。大石峠からの周回ル、周回じゃない、大石峠からの、ピストンルートになります。スズラン群生地の駐車場があるんですけど、そこに行かずにその手前に、まあ、10台ぐらい泊まれる駐車場なのかながあるので、そこに今日は車を止めて、まず大石峠まで約2時間ぐらいかけて歩いていきます。でそこからまた、1時間半ぐらいで窃盗ヶ岳に到着できるかなと思います。だいたい5時間から6時間ぐらいの参考を予定しています。今もうすぐ9時半なんですけど、ちょっと今日は遅めの出発となりますが、まあ、できれば3時半か4時前には駐車場に戻ってこれればなと思います。それでは今日はチェーンスパイクを持って、雪道の部分もあると思うので、気をつけて安全に登っていきたいと思います。駐車場を出まして、河口湖方面の方に少し戻って車道を歩いております。はい、すぐ出てきました。大石峠120分、本当かな。はい、林道ですね。林道っていうかおどろどろしい、そして暗い。今日は駐車場に1台すでに車が止まっておりましたけれども、この山を登ってるかどうかは分かりませんし、この大石峠のルートも、まあ大石峠もね2時間かかるそうなので、あんまりメジャーなルートではないのかもしれません。標高がすでに、1180メートルぐらいになっているのかな。600メートルぐらい標高を上げていかなくちゃいけないんですけれども、林道と言いながらもずっと結構急な感じで登ってます。ちょっと息が切れる感じですね。特に景色はあんまり見るものなく淡々と登ってます。10時です。まあ30分ぐらいでですね、大石峠入り口、ここで多分林道終点になるのかな、に着きました。はい、ここからまたあと1時間ぐらいで大石峠に着きます。にしても本当に静かです。人もいないし風もないし、逆になんか出てきそうな感じがしてうっすら怖いんですけど。はい、チェーンを履いて再び出発しました。やっぱり全然楽ですね。
はい、歩き始めてやった1時間40分、はあ、大石峠で着きました。そしたら富士山が、見えますね。なんとかね、もうもろ真正面です。ちょっと頭だけ見せてくれてます。結構疲れた。そんなに急ではなかったと思うんです。とにかくジグザグジグザグですね。標高が、1540メートルぐらい、はい、いっぱい分岐ありますね。はい、赤彦オールドロード古道ですね。はい、でこちらが十二ヶ岳と瀬戸ヶ岳ですね。うん、懐かしい。十二ヶ岳去年登りましたし、黒岳も去年行きました。よかった、疲れた。ちょっとここで一瞬一休みしたいと思います。富士山、さっきまで見えたのにちょっとね見えなくなっちゃった。ちょっと雪がちらついています。あと40分ぐらいで、瀬戸ヶ岳の頂上なので、今気温がマイナス5度ぐらいですかね。そんなに歩いてきたからか、そんなに寒くは感じません。いい感じの運動だった。5度でした。何しみる。美味しかった。コーヒー最高。はい、ということで一休みしたんで、そろそろ行こうかなと思います。あまり遅くなるとね。でも多分帰りはすごい早いかなと思うので、まだお昼前なんですけど、今11時20分なので12時ぐらいには頂上に着けるかなと思います。でそこでまた1時間も入れんのかな。寒かったらまたここに戻ってきてランチするかもしれませんけども、とりあえず向かいます。はい、さっきの大石峠の分岐から、雪がなかったりあったりするんですけども、結構急勾配が続いてますね。標高ももう1500、600近いので、あと100メートルちょっと上げていけば着くんですけどね。それなりにきついですね。やっとちょっと平坦のとこ出ました。ちょっとでも平坦のとこ出ると嬉しいです。金堀山に着きました。はい、今11時53分なので、ここから15分ぐらい、20分ぐらいかな。さっきも20分ぐらいって言ったんですけど、永遠に20分で、はい、こっち行きます。前に見えてるのがそうなのかなと思いますが、違うのかな。また一旦降りちゃいますね。やだ、降りたくないね。やだね。せっかく辛い思いして降りてきたのに、登ってきたのにな。ぐんぐん降りていきます。今もうすぐ12時半なんですけど、まだ着きません。標高は 1700メートル超えているので、もうすぐそこだと思われますが、最後の登りがきついです。いや寒いけどね、汗かいてますね。結構お腹、さっきまんじゅう食べたんですけど、お腹が空いてきました。でもあともうちょっとだと思うので、ここの急な登りがなんか終わったっぽいけど、頑張ります。こっから上がってきて、はい、瀬戸ヶ岳もうちょっとです。頑張ります。最後なんか岩場っぽいですね。釈迦ヶ岳の登りも最後頂上に着くまでこんな感じでしたね。ロープが張られてて、ずっとこんな岩を登っていきます。
そしてまたフライングです。ロッキーの山を登り切ったと思ったらまだでした。ふう、なかなかつきそうでつかないんですけどね。あー、富士山見えますかね。時々見えたり隠れたりして、今ちょっと頭だけ見えてますけど、はい、やっと着きました。はい、雪洞ヶ岳到着です。あー、結構狭いとこですね。でもなんかランチはできそうな石が結構あります。はい、疲れ様でした。駐車場に戻ってきました、3時半に戻ってきましたのでだいたい6時間の参考になりました。いや、久しぶりにこんなロングトレイル歩いたんで疲れましたね。またチェーンスパイクも履いてたので脱いだ時にすごい軽かったんで、やっぱりチェーンスパイクって重いんだなって実感しました。あと途中でもう寒すぎてこの DJI ポケット2も、オズモアクションのバッテリーロードワイヤレス GO も多分寒さでローバッテリーになっちゃって、下山の様子とかご飯の様子とか撮れなかったのがちょっと残念だったんですけど、まあ、ちょっと今下山してきて温まってポケット一周戻りましたので今ここで撮ってます。結構登りがいがある山でアップダウンがもう3回ぐらい登って降りて登って降りての繰り返しで頂上に行ったんでなかなかつかなくて、あ、すごいいいトレーニングになったなと思います。あ、とにかく疲れましたね。まあ、富士山も途中で見えたり見えなかったりしたんでね、まあいい山だったということで今日は終わりにしたいと思います。本日の動画はここまでとなります。皆様ご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではさようなら。